マシンウェイトを利用したトレーニングの霊筋力トレーニングとは骨格筋の出力、持久力の維持向上や筋肥大を目的とした運動の総称。目的の骨格筋へ抵抗をかけることによって行うものはレジスタンストレーニングとも呼ばれる。抵抗のかけ方には様々なものがあるが重力や管性を利用するものやゴムなどによる弾性を利用する。 もの油圧や空気圧による抵抗を用いるものが一般的である。重力による抵抗を利用する場合は、特に、ウェイトトレーニングとも呼ばれる。筋肉の収縮力は、筋肉の断面積と神経系の発達で決まる。筋力鍛錬はこのいずれか、もしくは両方を発達させる目的で行う。骨格筋の活動様式は、骨格筋が長さを変えながら力を発揮する。 頭頂性筋活動と等速性筋活動と長さを変えずに力を発揮する等弱性筋活動に対別される。頭頂性筋活動による運動をアイソトニック運動、等弱性筋活動による運動をアイソメトリック運動あるいは簡略にアイソメトリクスと呼ぶ。等長性筋活動、等弱性筋活動、等速性筋活動を考察するにあたっては動きだけでなく、 負荷についても考慮に入れなくてはならない。頭頂性筋活動は一定の負荷に対する運動であるから筋肉が負荷に合わせて速度、発揮する力を調整する。一方、頭弱性筋活動は基本的には動かないものに対する運動であって動きはなく負荷は筋肉が発揮する力に対応する。等速性筋活動は 運動領域において筋肉が発揮する力に対応した負荷がかかる運動である。コンピューターで運動速度、負荷をモニターしながら、等速の運動となるように制御するマシーンによるトレーニングが代表的である。必ずしも運動領域すべてについて、等速ではないものの空気シリンダーや油圧シリンダーによる運動領域において筋肉が発揮する力に対応した負荷がかかる運動も、 等速性筋活動としている。つまり、負荷の観点から言えば、等調性筋活動は、一定の負荷に対し筋肉の方が発揮する力を調整するのに対し、等弱性筋活動、等速性筋活動においては、負荷の方が筋肉が発揮する力に合わせるのである。一例として、腕立て伏せやベンチプレスは、 負荷が一定であり腕や胸の筋肉が伸び縮みするので、アイソトニック運動に分類される。腕立て伏せの姿勢で静止する運動は、動きがないため、アイソメトリック運動と言われることもあるが、負荷が筋肉が発揮する力に合わせていないため、負荷の観点から見ると、アイソメトリック運動とは言い難い。動かないものを動かそうとする運動、伸びないロープを引き伸ばそうとする運動、 合唱した両手を互いに押し合う運動は、アイソメトリック運動であり、動かないものが発揮している筋力に対応した負荷となっている。また、バネやゴムチューブを最大限引き伸ばした状態で保持する運動は、アイソメトリック運動である。筋力でバネやゴムチューブを引き伸ばしていくと張力が大きくなり、筋力と同じ張力になるとそれ以上引き伸ばせなくなる。この状態で保持すれば、 アイソメトリック運動となり、同様に圧縮バネを最大限圧縮した状態で保持するのもアイソメトリック運動となる。この方法の長所は、バネ、ゴムの身長、圧縮の度合いで筋力の大きさが分かることである。レジスタンストレーニングで得られる効果は運動強度より異なる。一般に運動強度が高く繰り返し回数が少ない場合は、筋力が 運動強度が低く繰り返し回数が多い場合は筋、持久力がそれぞれ発達すると言われている。ハーバード大学医学部によるとガイドラインでは主要な筋肉グループごとに2から3セットの多関節運動が提案されている。多関節運動は一度に複数の関節に作用する運動である。胸、背中、腕、肩、足。 ふくらはぎの6つの主要な筋肉グループの核、トレーニングで6から12回運動する。ありがとうございます。